何放題。私にまだ用があるの。わざわざそんなこと言いに来たの？あなたって相変わらずバカね。あの悪魔が言ってた天使の力って、あなたの私を魔物から助けてくれた力、本当に天使様の力だったのね。本当はね、今日は私が悪魔と戦ってたけど、最初に受けた命令じゃマヤが悪魔と戦って私がバックアップする予定だったの。上園家は代々悪魔ハンターの家系なんだけど、実際に悪魔と戦えるほど力を持った人間は限られているの。その中でもマヤの力は飛び抜けているわ。歴代の中であれほどの才能を持った悪魔ハンターは他にいないってくらい。だからマヤは3年間本家の修行を受けて、私はこっちに残った。私はダメな子で期待されてないから。ううん、自分でよくわかってる。マヤの力を見るたびいつも思い知らされるもの。それでもあの子は私を慕ってくれるから、私はあの子のお姉ちゃんで居続けられた。お姉ちゃんであろうと努力してきた。今日だって私の力を証明しようと思って本家の人たちに無理を言ってマヤと役目を入れ替えてもらったの。今回のことがうまくいけば本家の人たちを見返すことができるかもしれない。そう思ってね。私は力のある妹に嫉妬してたのよ。ひどいお姉ちゃんでしょ。その上私は放題に天使様の力があるって聞いてあなたにまで嫉妬した。私もう疲れたのよ。悪魔ハンターにもあの子のお姉ちゃんにもあなたの幼馴染にも。放題様、これは説得は難しそうです。ドキドキフィールドを使いましょう。今は忍様も弱っています。この状態ならばガーディアンも突破できるかもしれません。これもあなたのためです。恨み事ならお二人が結ばれた後にいくらでも聞きます。ドキドキフィールド展開。